Suddenly, the plane goes into a steep dive. The worst yet.乗員乗客524人を乗せました羽田発大阪行きの日航ジャンボ機が今夜7時前に消息を絶ちました。日航本社によりますと消息を絶ったのは羽田発大阪行きの123便のボーイング747型機で、今夜7時過ぎ機体の右側ドアに異常が起こり緊急降下するという連絡を最後に消息を絶ったということです。で消息を絶った地点は明らかではありませんが、アメリカ軍から運輸省に入った情報によりますと、東京の横田基地から北北西に3…それでは、M さんよろしくお願いします。M さんは事故当夜、現場に向かわれたそうですが、まず、その経緯を教えてください。私の実家は、事故現場から見て西側、長野県の方にあります。当時は大学を卒業して社会人になったばかりで、事故当日はお盆ということもあり、たまたま実家に帰省していました。事故の速報を知ったのが、12日夕方の7時過ぎ頃だったと思います。その時は墜落現場は長野県の北相木村付近という報道でした。そこで、北相木村やもっと南に位置する川上村に住む知り合いに電話をかけて様子を尋ねたところ、どちらも墜落は確認できてないとのことなので、残るは南相木村の山間部しかないと思い、そちらに向かいました。たまたま高校時代の友人2名と一緒だったので、事故現場に行ってみようということになりました。まだ若かったですから、その時はただ、何としても現場に一番乗りしてやるぞ、インタビューされてテレビに映ってやるぞ、ぐらいの本当に軽い気持ちしかありませんでした。オフロードバイクにまたがり、友人2人と共に南相木村に向けて出発し、おそらく21時頃までには南相木村からの林道に入っていたと思います。ただし、オンロードバイクの友人は途中でこの工程から抜け、林道から先を進んだのは、オフロードに乗った僕たち2人だけです。その時刻はまだ、墜落地点は判明してませんでしたよね。公式発表は翌朝5時以降。そこからどこに進めばよいか、どう判断したのですか？そんなのわけないですよ。上空で戦闘機が、それもおそらく2機がぐるぐる旋回している音がしてましたから、墜落現場はその旋回音の中心付近だなとすぐにわかりました。そこで、バイクで可能な限り近くの林道を進んで、そこから先は徒歩で山に入ることにしました。じゃあもう嘘の時点で墜落地点はわかっていたと。はい。当然、警察もわかっていたはずですよ。だって、僕たちが南相木村へ向かってるその後ろから、警察の白バイもついてきましたから。でも、普通のバイクなので切り返しの多い山道に難渋していて、オフロードに乗った僕たちは簡単に振り切っちゃいましたけど。林道の終点から山に入ってからは、途中、山の頂へ登るたびに、ヘリの音がする方向を探して、墜落地点を確認しました。ヘリは同じところを一晩中飛んでいたので、墜落地点は当然わかっているものと思いました。すると、林道から先は、徒歩で夜の山に分け入ったのですか？危険だと思わなかったのですか？あの辺の山の持ち主の息子を知ってますし、一緒に山に入って遊んでたから、どんなところかは大体わかっていました。松の木と岩が多いところなんですよ。もちろん、急峻で険しいところだとも知ってますから、この先へ進むのはなかなか大変だなと思いましたよ。とにかく、墜落現場に向かってまっすぐ進むことしか考えていませんから、きつい傾斜や時にはオーバーハングを越えて、山道なんか関係なく、
強引にいくつも尾根をまたいで行きました。ですから、直線距離でわずか7か8キロの行程なのに、山に入ってから現場に着くまで6から7時間くらいかかりました。着いたのは、午前4時前後だったはずです。午前4時という時刻はどうやって確認したのですか？当時は、時計を身につける習慣はなかったのですが、着いた時に山の尾根付近がしなみ始めていたので、おそらくそれぐらいの時間だと思いました。そこで何を見ましたか？すでに自衛隊員が70から80人、いや100人くらいは来ていました。それを見て、自分たちは一番乗りできなかったと思いましたね。同時に、事故犠牲者のうめき声が谷にこだまし、響き渡っているのがはっきりと聞こえました。その時に生きて声を出している人がいたのですか？どれくらいの人が生きていたのでしょうか？全部を数えたわけではありませんが、声の響き方からすると少なくても40から50人はいたと思います。実際に、苦しそうに声を上げている人を私も間近で何人か見ています。自衛隊の人たちがいる以上、自分たちができることは、負傷者のいる場所を教え、早く救助してもらうことだと思い、うめき声のするあたりを探しては、その場所を隊員さんに伝え、早い手当てを頼んでいました。ただ、隊員さんの対応には不信感を覚えましたね。下手に動かすと危険なので、後から来る部隊が手当てすることになっているというだけで、何もしようとしない。手にした40から50センチぐらいの丸いバッグに、地面から拾ったものを黙々と入れ続けている。自衛隊員は何を拾っていたのでしょうか？まだ暗くてよく見えなかったので、それが何かまではわかりませんでした。ボイスレコーダーとか、何か貴重なものなんだろうと思っていました。私が覚えている隊員さんの装備は、バッグの他に、片手に抜き身の大型アーミーナイフ、目には暗視ゴーグル、また、靴はつま先の短い短靴を履いており、傾斜のきついこの山のことをよく調べて入っているなと思いました。ちょっとひどいなと思ったのは、斜面を登り、尾根の反対側に出たら、向こうの谷ではヘリコプターがホバリングしている、じゃないですか。ヘリが来ているなら、さっさと救助しろよと思いましたね。しかも、ヘリの下では、さっき隊員さんたちが何かを入れていたバッグを十数個まとめ、ネットに入れて釣り上げていました。何度も釣り上げていたので、全部で70個くらいのバッグが回収されたと思います。現場にはどれくらい滞在したのですか？到着してから1時間後くらいに、自衛隊の次の部隊が続々と到着してきました。また、暗視スコープを装着していた最初の部隊も引き上げる体制に移っていたので、もうこれで大丈夫と思い、この時に下山を始めました。なお、次の部隊は、山で歩きにくいブーツ姿だったので、これでちゃんと歩けるのかな？と思いました。